はい、福岡市博多区に住んでおります篠田のり子です。普段ですね、結婚式などのメイクの仕事をしています。コロナ禍になりまして、オンラインレッスンを、ぼちぼちと始めていたところなんですが、ヒデ先生に知り合い、このまたですね、違った目線のというかメイクの技術っていうのを今ちょうど学んでいるところです。よろしくお願いします。このノータイプって何かっていうのをね、ちょっとだけ簡単にね、お話まずしときましょうかね。でないと何のことかわからないと思うんでね。まずね、人間にはそのメイクとか美容に関わらず、人間にはね、大きな気質ってあるんですね。生まれ持った気質、それが手タイプ、目タイプ、耳タイプって言ってるんですが、ちょっと難しい脳の働き方をすると、脳の中の触覚型ってあるんですね。頭頂葉を、とにかくこう使っているような人、こういうのをなんていうかな、触覚型低タイプと言いますね。それから視覚型っていうのが、後頭葉ですね。視覚型って目です。目タイプって言うんですけど、目で情報を得たいっていう、こういう人を後頭葉が発達していると。それから、耳タイプ、この耳タイプというのは聴覚型って言いまして、この側頭葉という脳を優先的に使う、こういう脳の使い方の、優劣を自分の中でね、バランスを取ってるわけです、人ってね。で、特徴的にその低タイプ、目タイプ、耳タイプが明確に出やすいタイプ、これを明確な何々タイプっていうんですけども、通常そんな風に人間って単純に分かれてないので、低タイプが7割で、目タイプが2割で、耳タイプが1割とか、こういうバランスがあるんですよね。で、そのバランスを僕らは読み解いて、美容という力、メイクの力で、その相手の、好みに合わせたメイクをしてあげたりとか、相手のメイクを分析して、あ、この方はこういうタイプだから、こういう言葉遣いに気をつけようとか、こういうファッションが好きやから、そのファッション、好きなファッションに一緒に合わせてあげようとか、そんな風にして心地いいコミュニケーションを取っていこうというのが、このコミュニケーションメイクの醍醐味なんですね。だから単なるメイクアップだけでこう楽しむという、コスメティックなメイクだけでなく、その人間関係を良好にしていくっていうね。で、人間観察力っていうのはすごく、このものすごくスキルが上がるんですね。だからそういうのをのり子さんがちょっと面白そうということで、多分この講座を受けていただいたと思いますが、今までの流れとしてね、40代ぐらいでしたかね、その学校に行きだしたね、そこら辺からちょっとお話ね、皆さんにしていただいたら、多分同じ年代層の方々は勇気が出るんじゃないでしょうかね。今、おいくつっていうのも僕からは言いにくいんです。アラフォーかアラフィフか、そこら辺ということで言っていってください。はい、ですね、もうすぐ10月12日が誕生日なんですが、はい、おめでとうございます。12日もう言ってる場合じゃないですか。はい、そうですね、誕生日で、50代です。おお、はい、はい、で、先ほどファンの先生からお話がありましたが、44歳の時にメイクスクールに入学しまして、20代の若い子と一緒にメイクを学びました。で、もともとは全く美容関係の仕事ではなくて、こう事務関係の仕事だったんですけれども、やっぱりもともとちょっと夢があって、美容関係の夢があって、思い切って子供が小さい時に学校に通いながら勉強を、メイクの勉強をしてました。そしていろいろとその中でもですね、やっぱりこう、どうしてこの年になってわざわざ勉強するのかとかですね、言われるわけですね、親からもそんなことを今さらしてどうするのとか、いろんなことがあったんですが、その時にやっぱ家族がですね、やったらっていう、やっぱりこう応援してくれるっていうのがとてもありがたくて、こうやっぱり新しいことを学ぶっていうこともとても好きなことなので、思い切って学校に入って学びました。で、その中で、その後ですね、いろいろあるんですが、やっぱりこう年代的にも体調をだんだんこう壊しかけてました。頑張っただけもあって、そしてつい今年に入ってからですね、ジンマシンがこう止まらないとか、
ちょうどこの今秀先生の講座の中でも、このちょうどこの年代のこの50代40代50代60代のこう移り変わりっていうところも勉強させていただいてるんですが、気持ちの変化とか体調の変化っていうのも、それは置いとくではなくって、つながってるっていうことを勉強させていただいてるんですが、そうやってちょっと体調を壊しかけて、まあ、実際に壊してました。で、まあ、そのまんまでもなんとか頑張っていこうっていう形でやってて、コロナになりで、それでですね、このメイク、ヒデ先生に知り合う前に、その体調壊してたので、この経絡美容っていう、こう、ツボとツボの間をこう通していくっていう、経絡美容っていうのに、こう、オンラインで、知り合いまして、湯川真由さんっていう方にお世話になりながら、少しずつこう、体調を整えていくっていうことをしていっていた時にですね、ちょうど今この、この化粧の力っていうフェイスブックでですね、このパンフレット投稿されてた方がいらっしゃいまして、おそらくヒデ先生のサロンのに通われてる方かなと思うんですが、はい、でこの化粧の力っていうのがですね、私の中ではこう、まあ、表面で見える作り込むものっていうふうにやっぱり思い込んで、自分を表現するもので間違いないんですけど、でも体調がこう戻ってきた時に、なんかもうちょっとこう、なんていうんですかね、年代的なものもあって、体調 も気持ちもメイクもなんか一緒にやっぱりこう進化していきたいというか、こう、ないっていう、こう、なんとなく気持ちがですねありまして、で思い切って7月ですね、秀先生に問い合わせをさせていただきまして、はいはいはい、そして、8月から本講座を今学んでいて、初級中級上級の中の中級講座っていう実践編ということで、毎日先ほどの説明がありました、3つのタイプのメイクをこう毎日毎日こう順番にしていくんですけど、これがですねメイク勉強したつもりなんですけど、なかなかできないというか、すっごく時間がかかってしまって、どうしてできないんだろうっていうところからですね始まり、でもそこにはやっぱりこう心理的な、こういうメイクちょっと自分には似合わないんじゃないかとか、受け入れられないとか、でも今日のメイクはですね私は好きなメイクで、あまり実はこのメイク全くしなかったメイクなんですね、そうですよねそうなんです。最初の頃は秀先生もちょっときつく見えますよって、はい、言っていただいて、でも本当にその多分それ本当のことで誰も言ってくれなかったんですけど、僕一番最初に言いましたもんね、はい、しかもプロのメイクアーティストさんに向かって自分が自信を持っているメイクをいやそれはちょっとお客様受けしないメイクになってますよって、もうそれは本当に言ったんですよね。でも真由子さんだけと違いますよね、はい、こういうそういうことってやっぱり美容とかメイクアーティストをやってるとどうしても自分 のスキル腕があるから、どんどんそのテクニックを顔に乗せる、はい、だけどの自分の一番心地いいノータイプっていうの関係なくその自分の、職業に合わせた顔を作ってるんで、それがちょっとこうきつく見えてたっていうね、まあ、そういう、そういう人って結構多いんですよね、美容でお仕事してる方とかね。そうですね、職業に、はい、職業とか、まあ、他人周りに合わせてるっていうか振り回されてるっていう、まあ、そういうのもあると思いますが、まあ、そこから徐々に分かってきて今に至ってこの低タイプと、はい、もう実際、はい、写真見てもらいましょうか。どうですか。そうですね、はい、それを見てもらうの一番分かりやすいと思いますよ、はい、まずですね、まあ、この僕の本講座の中にはその本人が何タイプかっていうことをまず知らないとダメなんで、それはまあ分析アンケートとかでいろいろと分かってくるんですけど、まあ、その出た時にバランスがあるんですね。でノルグさんの方はどちらかというと低タイプが多かったので、
これがまあ今ちょっと写真見ていただくとすごく分かりやすいと思います。で、はい、上の段ですね、上の段の左側から全部この日付を打っていただいてる、これがまあうち の, あの受講生の方々にお願いしていることで、同じ画角で同じまあ位置ですね、これ全部顎先がほとんど一列並んでると思いますが、こういうふうにしてお顔をですね正面に向けてカメラを撮る、そして日付を入れる、で日付を入れて、まあ、あの慣れてくると今度は、右下の方の赤い字で書いていただいているように、まあ、ご自身が今日やったメイク、まあ、この低タイプのメイクをやってるうちにどんな感想感じを受けたかとか、どういう、まあ、メイクの出来だったかとか、まあ、そういった感想ご自身のコメントを入れて、まあ、僕のところに送っていただくことによってお互いの相互理解がね深まっていくということで、まあ、いろんな写真一つを見ながら分析してアドバイスをしているわけです。これちょっとまず一回ちょっとあの低タイプね、でもう一つがこれ名タイプ、もう全くお顔がですね、まあ、きつく見えると思います。ところがですねこれ最初やっぱり練習している9月4日からこの10月8日の1ヶ月余りでお顔が名タイプのようなメイクをしてるんだけど、ちょっとこうエレガントなイメージに見えてると思うんですね。あの上の方の段をちょっとこうやっぱり頑張ってきた今までのメイクですよね、これのりこさん、うん、そうですね、ちょっと改めて見ると怖いでしょ改めて見ると怖いんだけど、はい、この10月の8日、はい、4日、ここら辺見ていただいたら分かるけども、はい、同じメイクのちょっとしてもさじ加減が違うんですね、眉の形とか。そうすると、はい、あのいわゆる名タイプという、まあ、メイクにふさわしいメイクになってきてるんですよ、10月8日あたり。全然柔らかさもありつつのエレガントさ、分かりますよね。はい、で上の欄はね、これね、あの、まあ、よく美容家の方がやりがちな眉をしっかり描いて、はい、まあ、凛とした状態、クールな状態の眉を描いてあのやってるわけですね。これがまあ上のまだちょっとこう自分の癖も残ってた頃、まあ、それが本当にこうあのどんどんね、上達されてきて、で今度は耳タイプっていうのがね、これがもう耳タイプの、まあ、黒で統一していただいて、あまり色味をつけずにラインですね、眉の形とか目元のまあ、アイシャドウの囲み方、これによってあまり突出はしていないんだけども、ちょっと力強さとか、そういうのをまあ表現するという、そういうまあ耳タイプのメイクです。これまあやっていただいたら、まあどうですか、今見てすごくね、はい、感じ3つありましたって、ね、耳とツーって今こう循環にしていただいてますけども、はい、どんな感想をお持ちですか。はい、まずですね、子供にちょっと質問したんですね、中学3年生の女の子がいるんですけども、どのメイクが好きって、こうどれが似合う、あ、似合う、どれが似合うって聞いたら、似合うのは低タイプ、この柔らかい感じやけど、いつも人の名タイプよねって言われたんですよ。うんうん、で最後のあの黒の服の耳タイプは、これちょっとありえんかなって言われたんですよでも実はですね、私はこの黒のメイクはやっぱりこう仕事モードなんで割と好きだ、ちょっと好きなんです、うんうん、でも子供からするとこれありえんやろって言われてでそこでまたこう自分の感想とあの周りから見られる感想っていうのが違うことも、うんうん、もうこのちょっと醍醐味というか、こんなことがあるんだって、どれでも中身は一緒なんですけど、やっぱりこう 見られ方っていうのと、あの自分の好みが違うっていうのがやっぱりこうそこがやっぱりこうコミュニケーションを取れるこう一つのヒントになるのかなっていうふうに思いまして、で、ね、この低、はい、で低タイプで言うと、本当私は眉毛今まっすぐしてるんですが、もう眉毛ちょっとアップにしてアップにしますね、はい、はい、ここの眉毛のちょっとこっちで分かりやすいと思います、ここちょっと見えると思うんですが、眉山の筋肉がですね、ここに本当は眉毛、こういう眉毛が
ありました。あるんですね。で、毛をこうちょっとカットしてる、して低タイプのこうナチュラルでちょっと前髪で隠しながら自然な感じにしてるんですが、私の顔のまんまに眉毛を描くとやっぱりこう最後の、黒の、力強いタイプ、耳タイプの眉毛っていうのがやっぱり一番メイクが早く終わります。でも あえてこのタイプにこう持っていくんですけど、もう眉毛を消すのも最初のうちはとても大変というか、こうちょっと苦戦して、なんでこんな消すんかなってなってたんですけれども、だんだん練習していくと、このまっすぐのタイプでが自分の、私がちょっともともと内面で持ち合わせてるこうイメージのメイクになるんですけれども、やっぱりですね、気持ちがちょっと落ち着くというか、頑張るというよりもこう楽しく生活できてる、リラックスできてるっていう感じになってきてまして、でですので普段はですね、やっぱりこのメイクを一番したいなというふうに、これもつい最近なんですけど、だんだんこう心境の変化が出てきました。で、はい、なので本当に、はい、目元もですね、アイシャドウを、はい、アップしましょうか、はい、ちょっとね、これ今よくあるあるなんでね、皆さんよく聞いていただいて、本当に無理したメイクをしている人は内面とこの顔が一致しないっていう状況が起こってる人が結構多いんですね。でそれ今のりこさんがだん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 低タイプが心地よくなってきたっていうふうにね言われましたけど、今までは目タイプっぽい、もしくは耳タイプっぽい、ちょっとガチンと戦闘モードのメイクばっかりを毎日やってたと。そうするとそれしか見えなくなるんですね、はい、人の脳っていうのはね。だからようやくその3つのパターンがバランスよく見えるようになってきたので、今感想をね、それから目元をちょっともう一回アップしますね。はい、はいはい、目元ですね、ちょっとカメラで見えにくいかもしれないんですが、ピンクのアイシャドウとマスカラしかしてません。で今まではですね、ラインを入れ、下にも赤みを入れ、こうやっぱり年齢的に眉毛、まぶたがこう下がって起きてしまうので、アイラインをじゃあどこに入れるかって、もう目を開いてアイラインを入れっていう作業をしてたんですが、今全くアイラインをしていない目元で、しかもですね、今までやっぱり流行りのキラキラをつけたいっていうのをキラ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 してました。で今日は全くキラキラなく、ちょっとマットな薄いピンク、サーモンピンクをだけをこう上と下にちょこっとつけて、マスカラをして目を大きくちょっと見せてるっていうことをしてるだけなんですけれども、これでもですね、こうだんだん自分、あ、これでもいいかなっていう、こう周りからも子供からもこれがいいんじゃないって言われたのと一緒で、だんだんですね、あ、このメイクの方が一番自分がこう、精神的に落ち着いてるというか、頑張りすぎないっていう感覚になるので、このメイクでもまあお仕事に行けると思いますが、まあ普段はですね、このメイクをしてこう過ごしていきたいなというふうにこうだんだんなってきました。はいね、これがですね、はい、3つの、まあ、今低タイプだけが、まあ、こういうふうにしてね、3つのこのメイクをいろいろと練習をして、まあ、写真を撮り、そしてその内面の変化っていうのを自分で、まあ、確認してもらう。で僕らは僕のその講座でいつも大事にしてるのは、本読んで知識だけ増えて、ノータイプ低タイプって分かりましたよね、じゃあ低タイプ の行動をやってくれたいね、低タイプはこんなんがいいですよって言ったところで、本人が気づいて納得していかないと生活の中に影響力を及ぼさないんですよね。単なる机上の理論だけで終わってしまって、頭でっかちになって何も変わりがない。そしてメイクも
また元の木阿弥というか元の通りに戻ってしまう、まあ、こういうあの脳の振り子の原理というのがあって、必ずその今までの慣れた方、楽な方へ脳が行ってしまう。でそのためにちょっと大変ですけども、最初のうちはということで中級あたりまでは手、目、耳とこの3つのメイクを毎日入れ替えながら顔を描く、変えていく練習をこういうふうにしてるんですね。これはもうあのカリスマワイブと本講座という本講座を受講していただいている方のもう定番なんですが、これをしていかないとやっぱり自分の思考っていうのが、まあ相手の思考と自分の思考ってあると思うんですけどね、思考ね、考えね、あのまあ物を買う時でも、まあ、判断する時でも何でもそうですけど、脳の使い方が今まで通りの自分の低タイプであれば低タイプのみの考え方で生活をしてしまうんですよね。それを客観視して俯瞰する力、これがコミュニケーションを取る力なので、名タイプになった時には名タイプの華やかな人に合わせ方も分かってくるし、耳タイプの人がおれば耳タイプの人に合わせられる。で先ほど子供って言いましたけど、子供って言っても子供さん一人一人も脳タイプがあるわけなんですよね。だからさっき子供は耳タイプ全員が嫌いっていうわけでもないんですよ。これがコミュニケーションの脳タイプ別に合わすっていうイメージになるので、子供さんが、何タイプかによってまた違うメイクをしてあげるとかね、まあ、そういうふうにしてあの個別にまずするという、そういう考え方スキルをお持ちになったら、これ上級講座ね、またあの始まりますけども、今度はその顔を変えれるということになったら、多分思考もね変えれるようになってくるので、あとはその言葉の選び方とかコミュニケーションの取り方を上級講座ではやっていきます。まあ、非常に楽しいですよ。これもその場でその上級講座を受けた方はその考えをそのまま生活に活用していけますからね。うん、人を見るのが楽しくなる、人の行動が楽しくなる。もう今までだったらこんな人嫌いっていうのは面白いやないか、この人の脳の仕組みって何やろって、こういうふうに考えていけば興味を持ちますよね、人にね。うん、好き嫌いっていうのはね、誰でも好き嫌いって人にもあると思うんですが、意外と勘違いするってこともあるんですよね。うん、なんかこう自分に合う人と出会ったらいいわと思ってても、年々時間が経っていくとめちゃくちゃ裏切られたっていう経験も多分あると思うんですよ、皆さんね。だから人は見かけにはよらんということもあるけど、でも見かけも大事やし、両方をね探っていくっていうね、これがもう本当に本講座の上級のね醍醐味でございますからね。またその本上級が受けてからまた登場していただいて、今日は耳タイプの会をしましょうかとかね、手タイプの会をね、やっていけたら面白いと思いますね。もう今日ご覧の皆さんね、今日僕全くこの服見ていただいて分かると思いますけども、でのりこさんの場合は低タイプですごくこう雰囲気のあるメイクと服、まあ、服の色で言うと白とかベージュとかね、ちょっとこう単色使いをしたり、ふわんと柔らかい感じ、ね、でアースカラーでこうあんまり突出したビビッドなカラーはあまり着ないで、メイクもそうする。で名タイプっていうのはこういうふうにちょっとこう柄とかですね、ちょっとこうデザインとかセンス、うん、デザインとかね、まあ、色でもこんな色とか結構こう綺麗な色とかね、こういうね眼鏡にもね、こういうポイントでね、ブルーとかね赤とかね、こういうの選びがちなんですよね。でこういうのでおしゃれをしたいっていう、まあそういう男性も女性も、まあ名タイプにまあ多いと。まあ、これは一概にそれだけでは言えませんけどね。だからそういういろんな要素を、まあ上級で習っていくわけです。そしてあとは会話ですね。どんな言葉とかどんな言い回しが多いかとか、 SNS なんかではどういうメッセージを出してるとか、どういう写真を出してるとか、まあ、そういうのに特徴が出てきますんで、あの方が、耳タイプだなっていうふうにしてちょっと仮説を立てて、耳タイプだったら耳タイプの喜ばれるようなコミュニケーションの取り方をしようというふうにできるわけです。でも大概の人は自分の脳で主体に考えてるんで、自分の脳のまま喋ってまうんですよね。でそうするとこう、まあ、スマホで言うと電波が、ね、届かないところを来たらもうアンテナ1個しか立ちませんよね。だから普通になるわけですね。コミュニケーションが続かなくなる。でそれがギャップということですね。でそれをなくすために、周波数を自分の脳と相手の脳を
合わせていきましょう、調整しましょうっていうのがこの講座の最終の行き着くところなので、まあメイクをしながらコミュニケーション学を学んで、そして自分の心理ね、心理学も分かってくるし、まあ多分いろんなことを積み込んでる講座やから、あの届きました本講座の資料、あのちょっと一回見せてあげてください。メイクの、はい、ね、メイクの資料だけと違って、それペラペラペラーって一回ちょっと中を、結構細かいことをずっと書いてるんですね。で凝縮してるのその顔の中の特徴とか、もちろんそのメイクのテクニックもねこんな風にしてあるんですが、眉とか顔を作る、はい、でいろいろとそのねマインドマップっていう細かい、そうこれね、これはね本当に一つのね、項目がいっぱいありまして、それに合わせて解説をしていきますけども、まあ、こういったものを積み込んで後ろの方へ行くと、多分一番後ろの方がね、はい、そこですね、もう脳タイプ別に恋愛のする方法、脳タイプ別に、お仕事をする方法、脳タイプ別のクレームの対応の方法って多分あると思いますね。これはもう人間関係において一番やっぱりみんな知りたいことだと思いますんでね、まあ僕自身もいろんなその、はい、そうですね、まあ、そういう脳タイプに応じて言葉のかけ方とか魔法の言葉、それから激人に触れる言葉ってあるし、こういう対応されるのが一番腹立たしいっていうのもあるし、まあ、これはですね、まあ、僕ももうね、はい、60近くになってくるとですね、いろんな組織で揉まれて、そしてお客様のクレーム対応班までやったり、いろんなことやってまいりましたんで、まあ、そういう意味 の、 メイクだけに関わらず、その本講座っていうのは中にね、凝縮しております。だからこれ、見ていただいている方はね、ぜひ興味持っていただけたらね、ぜひこれね、受けていただくと、一生もののスキルやと。まあ、のりこさんもそんな思ってるでしょ、今最近そんなによく。はい、はい、本当に思います。まあ、このメイクの、まあ、技術にしろ、本当に何にしろ終わりがないでは思っていたんですが、このコミュニケーションメイクっていうこの内容が、多分ヒデさんが目タイプの先生なので、あと私はですね、こうやってすごいこう綺麗にまとめるのちょっと苦手なんですよ。ヒデタイプなんで、多分大まかに言うとちょっとそういうですごいなと本当に思って、であと男性アーティストの方から の、 意見というのもすっごく参考になります。で私の中でも、まあまあ、やっぱり美容関係女性の方が多いので、やっぱりこう雑誌も、まあ、もちろん女性雑誌見て勉強とかするんですけれども、やっぱりこうコミュニケーションのところってなると、やっぱり本のこの流行りだけではなくって、やっぱりこう気持ち、本当に自分がどう思うかとか、その時発する言葉がどう思われてるかっていうのも正直わからないですね。なので会う人とだけ、気が合う人とだけ会えばいいかっていう思いで今までいましたがでもそれが広がるのかなと思いました。仕事の幅も人間関係の幅も、自分がこう発する言葉で変わるテイクっていうなんか感覚が今感じがしたので、上級講座も楽しみにして、はい、そうですね、はい、まあちょっとこういろんなね社会の考え価値観はあると思うんですよね。楽しく楽しみましょう、もちろん楽しみましょうありますし、無理に人と付き合いしません、そういう主張もありますね、うん、要は自分に気の合う人と自分の楽しい人を周りに、置いてっていうかな、周りの人と楽しみたい、まあ、こういう主張をする人も増えてきましたよね。人生一回きりやから、そんな無理に人と合わさなくていい、これも一理あると思いますよね。ただまあ僕はそれは一個そういう何かな風潮が出ると、もうそこばっかり考えてしまう人が多いと思うんですよ。特にその女性の方々には、まあ、こういう男性も女性もないけど、やっぱりこう思考で考えていくときに傾向値として、女性の脳っていうのはもう脳型っていうね、結構どちらかというと感じた感性感じ、それをものすごく大事にするので、もう
いくら正しいことを理屈言われても、あの人に言われたらもう嫌いって終わってしまうんですよ。でも男性ってそこがものすごく左脳型で、ロジックにあの物事を見てて、俯瞰したり客観視して、これはこっち行った方がどこか、こっち行った方がマイナスかとか、いろんなことを考えられるんですよ。だから地図を見るわけですね。未来の地図っていうかな、地図を読めるでしょ、男性の方。女性の方向音痴の人は多いじゃないわけですよ。でもこれを言うとまた差別用語で言われるか分からんけど、まあそんなイメージって分かりますよね。例えの例ですよ、はい、だからそう考えた時に、やっぱり僕はね、この講座をやってるのは、今まで嫌い、今まで好き嫌いで言うと嫌いな方だったっていう人の良さを見つけないでしまう人が多いわけですよ。そんな人に嫌いって言ってる人のいいところってまず見なくなるようでしょ、好き嫌いで判断する。だから自分がどうしても合わないなっていう人、もちろん いてますよ、あの暴力振るったりとか、もうそんな、もう次元の違うようなことを言われたら、そんなもうあの去らなきませんけど、まあ要はちょっとこう見た感じとか、ちょっとしたことのスキル、あの感覚で、あの完全にこう判断してしまうのはもったいない。そうすると自分の成長につながらないっていうのが僕の持論なんですよね。やっぱりいろんな引き出し、いろんな人の考えをきちっと吸収して飲み込んで、で自分の中で消化させていくっていう、こういうね、あの力っていうのが、あの年々年いけばいくほどそれを大事にした方が僕はいいかなと思うんですね、うん、この一緒に学ぶ仲間が、うん、あの欲しいです。もっと先輩方たくさんのちょっとコミュニケーション取らせていただいてるんですが、あのやっぱりこう、あのしおりさんが先ほど書かれてた、本当に奥が深くて、あのこういうちょっと言い回しあれなんですね、若い子の言い回しかもしれないから、奥が深くて逆に楽しいっていう感じですか。あのその何が出てくるかなっていう、あこんなことがあるんだとかですね、本当にあの奥が深くて楽しいです。あのどんどんこう多分人間関係がいい方向に変わる、でもっと広がるっていうのが、あの今でもちょっと本当に予感がしていますし、ちょっとそんなことも本当にありますので、あのちょっと勉強するのどうしようかなって思われてる方は、ぜひあの一緒に勉強しませんかっていう本当にそういう気持ちでいます。あのでやっぱりこう年代的にもですね、もうあのちょっと体調を崩しかけたりとか、やっぱりこうこの先どうしようかな、もう子供も大きくなってどうしようかな、何しようかなと思われたらですね、ぜひメイクちょっとオンラインでも全然あの本当にあの細かくご指導していただけますし、あの一緒にこうやってなんか学べたらですね、私もあのそうやってあの綺麗な、まあ、笑顔の女性をやっぱ増やしていきたいっていうのと、その学ぶあの仲間もあの欲しいので、ぜひあのこのグループの風で一緒に学びませんかという感じで、なんかあのありがとうございます。あの、はい、僕がさも言わせたかのように宣伝していただきましたね。いやあの本当にちょっと思ってます、はい、本音ですよね。ありがとうございます、はい、うん、いや本当にそう思っていただける方が多分この講座のなんかにかけてね、はい、まあ本当にこれもご縁なんですよ。この講座って見てる人って少ないと思うので、まだまだね、あの広告も何も売っていないし、本当に地道に地道にこうやって活動してるんでね、でやっぱり受けていただいた方はね、沼っていくんです。こうやってしおりさんもね、しおりさんがね作った言葉なんで、まあ、あの若い方でもね、沼るって言いますよね。あのすごくこう没頭するとか熱中するとかって、あのなんか沼るってなんかこう沼にこう入っていくような、そんなイメージあるんけど、これはいい意味の沼るっていうことで、はい、素晴らしいね。あのいつもコミュニケーションメイク沼ってきましたとかね、あのしおりさんはいつもねお話しされますけど、まあ、本当に楽しいですよ。奥深いし、まあ、しおりさんの言葉を借りると、まあ、この間もお話あったかな、あのうちはその本講座の終わった後で、あの交流会って取りますね、毎月、まあ、大体1ヶ月に1回、あの講座が終わったらそれで終わりじゃなくて交流会取ったりとかで、こうやって再受講っていうのを無料でね、あのされる、一緒に参加されるっていうね、再受講をこう何回でもやってもらえるというようなシステムにしてるので、この間もお話しされてましたよ。ある時のタイミングで急に
自分に気づかされるっていう、自分で気づいていくんですこれ、あれこの顔嫌いだったのに急に好きになったっていう、さっきもありましたね、低タイプメイクがすごい心地よくなったと。で今度それが今度ずっと繰り返してるうちと、あれもしかして私これ手と耳がこれ組み合わせたメイクが一番いいかなとかね、もうそういう自分の中で組み合わせができてくるんですよ。で今は3つでやってますけど、何だったら3つのメイクがどうしたっていうふうに、プロのメイクアーティストからするといくらでも自由自在にメイクの変身はできますよね。だけど一般の方が3つの顔を作るって、これすごい差があるんですよ。そのノータイプに合わせたこのメイクのスキルをしてますんでね、そうするとのりこさんは屋号で6フェイスって6つの顔というね、屋号で今活動されてますよね。まさしくそうで、はい、今手目耳という3つができると、この間を取ると6つの星、6つになりますね。はい、この6つの顔がどんどん自分で応用編としてできていくようになります。そしてまた沼る、毎日メイクが今まで見たワンパターンでやってるわけにいかなくなる。今日は服どんな感じにするから、どういうメイクに受けようかとか、そういうのを自分でやっていく楽しみができますよね。だから無限大なんですよ、可能性は無限大。メイクもそういうことです。それを自分でできるっていうのがいいですね。今まで自分でできるスキルって皆さん一般の方は特にお持ちじゃないので、まあ、こういうプロのアーティストですら奥深いって感じるぐらいなんで、一般の方が思うとさらに深いというのが多分わかると思いますよ。そうですね、もう本当あのワンパターンがなくなるっていう感じというか、それがもう私はもうこのメイクで行こうっていう、さっきの名タイプとか、ちょっとしっかりめのメイクをずっと例えばお休みの日もいつでもしてたんです。でももうこれでいいかっていう感じになってました、正直ですね。これでいいかっていうのはもう私はもう、はい、私はもうこれで行こうって。で実際にメイクの仕事に行くと、メイクさんですっていうことをで紹介されるので、やっぱりちょっとこの今のこのメイクよりも少しこう例えば色味を足したりした方がいいかなというのは感じるんですが、この目タイプのちょっと赤みが入ったようなメイクをしていった方が、こう例えばメイクさんらしいとあれなんですけれども、私の中でちょっとメイクさんらしくなるかなって思うんですけれども、それがこうできるようになると、私はまだそれでもこの自由自在に組み合わせはまだできてないですね、今から。そうですね、これをやって、はい、ぜひやってほしいよ。で、一般の方にもね、もう一回だけちょっとこう写真じっくりとね見てください、はい、同じ低タイプと言っても、低タイプの鮮度が何ていうか、鮮度って分かりますかね、細かいところで言うと雰囲気のが違う、分かりますよね。やっぱり同じ低タイプを学んでもね、低タイプでやってるつもりでも眉が張り付いてるイメージ、これが癖なんです、最初の頃って。はい、張り付いてました、はいはい、で上の段はですね、上の段これが古いんですね。で下の段が新しくなっていくんだけど、下の段の9月23日とか10月3日あたり、9月22日もうここら辺すごく眉がね柔らかいね、パウダーだけで描いてくださいって言ったと思うんですよ、これね、はいはい、これで印象がねすごくやっぱり柔らかさに なるわけです。で眉の形だけと違ってね、こういうねタッチの、強弱、これもだいぶ変わってきます。でやっぱり お顔がですね柔らかい印象と自信がやっぱり出てくるので、その低タイプの雰囲気がうまく表現できてくるわけですね。もう下の方は多分これ合格ですって言った分ですね。はい、そうですね。はい。やっぱり上の方はやっぱりちょっとこう不安な顔で、まだまだ不安でこれでいいかっていう顔になるわけです。不安で、そう。もうペンシルしか使わないって決めてたんです、最初。そうですよね。でそれをパウダーだけで描いてくださいって言われた時に、できじゃないかなっていう。それがね、できんじゃないかいなって本当正直思ってですね、どうしようかなと思ったんですよ。でもこれはやってみようと思って、時間がかかったんですけど、パウダーで、とあとスクリューブラシでぼかすっていう、
それであと眉山をちょっとファンデーションでちょっと肌色で消すっていうのですね、うんうん、そうですね、していくとやっぱりできる、できないっても勝手に決めつけてたこともやっぱりそうですね、ありました、うん、できるんですね、できます、で、はい、これもね、のりこさんが今言われたように一般の方はできるスキルって持ってないんで、やっぱり やっていったらいけるんですよ。それを、まあ、お伝えするわけですね。眉の形、はい、私はここの高い位置にあるからこんな低い眉をかけないって思ってるかもしれませんけど、やっぱり今眉のね、コンシーラーとか専用のものがいろいろできてますんで、それをねチョイスしてもらったらいけますよっていうお話をしてますよね。でこの目タイプの方も、はい、先ほども言いましたけども、やっぱり上の方はもう耳タイプのちょっと太めの眉でカチッとしてるね、はい、で目元もちょっとやっぱり、うん、でも一番最初お会いさせてもらった時、結構この9月の9日ぐらいのメイクでしたよ。あー、そうですかね、うん、でこういう感じのメイクで、うん、写真もなんかこう出てるようなイメージがあったので、うん、もうこの右上の写真の右端の下見てください。10月8日もう柔らかさが全然違うでしょ。はい、うん、お顔の表情が全然違いますよね、うんうん、まあ、こういうふうにしてね、同じ目タイプでもやっぱりちょっと強さによって変わってきます。この同じ耳タイプでも違いますね、うん、眉の一つの、ね、長くなるだけでちょっとしつこくなりすぎたりとか、うん、眉のね、山っていうかな、はい、うん、とこそうやな、これちょっと どこで説明したらいいかな。そうですね、この10月5日ぐらいの眉、これぐらいとか10月7日の眉っていうか、この表情ね、同じ耳タイプでそんな怖くないわけですよね、はい、なんか耳タイプってこ怖いメイクっていう、クールなメイクっていうのね、クールイコール怖いとか、うん、クールイコール近づきにくいとかって、そういうふうにならないようにしないとダメなんで、まあ、それも、うん、毎日のこれからね、練習を積み重ねていけばどんどん変わっていきますし、はい、で楽に3つの顔がパンパンと変えられるようになると思いますのでね、はい、ぜひぜひやってください。こうやって一覧を並べていくとね、よく分かると思いますが、同じ人の顔ですけども3つの顔が作れることによって脳の思考が変わる、それから3つのメイクがちゃんとできれば、まあ、まずは6つのメイクができるね、組み合わせですから、で6つのメイクができていけば、どん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 それをさじ加減、自分でここを引いたりここを足したりみたいなことができていく。そうするとメイクが楽しくなる、ね、自分でできる、自分が選んだメイクができるっていうね、これがね、僕皆さんにね、メイクを楽しんでもらったり、メイクの力で自分の人生を変えるっていうね、まあ、そういうところの発想なんで、ぜひね、ご覧になっている皆さん、はい、このコミュニケーションメイクね、バン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 活用して頑張ってくださいということでございます。